今日は塩谷町からカヌーをご紹介します。気持ちいい。競技の説明をお願いいたします。お願いします。ここ塩谷町でやるのは川の流れを使ってやる競技です。でその競技は2つあって、カヌースラローム競技とワイルドウォーター競技があります。で私がやっているのはカヌースラローム競技です。ここにある船のやつです。もうこれは早速私も乗れちゃったりするもんですか？佐藤さんに体験していただくのはこの競技用のではなくて、川下り用のタッキーという安定性のあるボードでまず川の流れを体験してもらえればなと思います。非常に安心いたしました。じゃあそれじゃあ早速よろしくお願いします。お願いします。もう早速ここから私乗るみたいです。行ってきます。あ、ちゃんと冷たいじゃないですか。行ってきます。すごい気持ちいい。透けて見える。意外にこの辺深いんですね。うわ見て、しかもこの景色、塩屋の絶景が広がってるじゃないの。コース、これ人が作ったんですもんね。もともとの流れに競技やるために岩を少し置いたっていうイメージですね。もともとの塩屋のこの恵みが作ってるわけですね。そうです。すごいな。あの黒いとこ、このザブザブしてるところはパドル上げといてください。うわー、なんてことでしょうか。乗れた乗れた。ナイスサーフィン。楽しい。レスキュー、レスキュー。みんなもおいでよ。やっぱり流れに乗れた時のこう水と一体化できた時の気持ちよさだとか、いろんなところに行けて、いろんな人に会えて、そしてこう人生をかけてなんか戦える最高の遊びです。栃木の人と協力して、まあ、トレーニングを教えてもらったりとか、こう栄養のサポートとかしてもらったり、体作りから、そしてこの栃木県にいいコースがあるんで、そこでテクニックの強化をしております。国体はもちろん優勝を目指して頑張っていきます。でもただ優勝するんじゃなくて、もうぶっちぎりで優勝できるように、栃木国体の後もオリンピック、パリオリンピックなどがありますので、そこへ向けてオリンピック出場を目指して頑張っています。